両親がアメリカ人で、お父さんもお母さんもアメリカ人、純血のアメリカ人、まあ純血のアメリカ人っていないですけど、まあもう両親がアメリカ人でも日本に生まれて育ったら完全に礼儀作法から何から日本人なんですよ。そうでしょ。両親が日本人に生まれてもアメリカで育ったら礼儀作法から何からアメリカ人です。人間って言葉に生きてるんですよ。僕たち言葉の中に生きてるんです。だから発言しないことがどれぐらい損失かってことです。もったいないかっていうことです。皆さんの発言したことの中に、まあ、言葉の中に生きてるから発言することが力なんですね。ですから言葉を与えないと存在してないんですよ。なので皆さんの気持ち感情に言葉を与えるっていう習慣ですね。思ったことに頭で考えたことを考えてるだけやったら流れて消えていきます。でも頭で考えたことに言葉を与えて、例えば日記にする、このね、僕のあのマザーテレサかな、誰かの言葉でねありますね、これね、マザー・テレサなのかな、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか、なんや、なんて書いてんのかな、これ全然読めない、こっち見ろ。いつか性格になるから、性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるからっていう話をしています。要はこれも同じことです。マイナスにもなるしプラスもなるんですけど、思考に言葉を与えたら初めてそれが行動になります。行動すれば習慣になります。習慣になれば皆さんの性格になります。性格になればそれが運命になります。ですので皆さんの感情を思っていることに言葉を与えたら、もう正直に言葉を与えたらそれが皆さんの行動になるんですね。ですから発言しないと流れます、忘れます、消えますですよね。セールスライターになりたいっていう人は新しいキャリアを手に入れたいと思ってここに来てくれているはずです。そして僕は真正面から付き合うと決めました。ですので言いたくないことを言ったら相手を怒らせてしまうようなことと分かっていても言うって決めました。思って、僕はね、いろんな私やりたいことがあるんですとかね、よく聞かれたら何があんの、何やりたいのって聞いたら、あんまり言いたくないですって言えないです、じゃあそれできないよねって話をしますよ。自分がやりたいことも人にも言えないことやめとけやめとけ、そんなもん意味ないぜって感じです。できないから、そんなことやりたいと思って不言実行クソくらいです。いつでも逃げれるようにしてるだけです。僕からしたら分からないです。否定する気はない、否定するわけない。それ自体は素晴らしいことかもしれない、日本人の美徳かもしれないけれども、どう考えたって有言実行にした方がいいんですよ。言葉を与えた方がこうだってマザーテレサが言ってるから、僕が言ってるわけじゃない。言葉にすれば行動になるんです。行動すればそれが習慣になるんです。習慣が変われば人生が変わります。言葉にするのが第一歩なんですよ。そして感情、苦しい辛いっていう感情を言葉にしないから我慢できるんですよ。許せるんですよ、その辛い自分が。なあなあで生きてる自分がね、キャリアを変えようとしてる。言葉にしないから。言葉にすれば行動します。なので感情に言葉を与えてあげてください。それはどこでやってもいい、別にここでやってもいいし、自分自身が一人で日記をつけてもいいです。要は辛い、苦しい、情けない、変わりたいんだっていうことを言葉にしなきゃ変わらないですよ。
逃げれるからね。言葉にしないと何が起こるか、たった一言の言葉が起こります。仕方ないです。言ってないですか、普段から。忙しいし仕方ない、仕方くない、まあ、いいですよと。仕方ない仕方ない仕方ない、仕方なく死んでくれってことです。わざと嫌な言い方してますよ、もちろん。思ってないですよ思ってないです。そうだよね、仕方なく死んでいくんだよねってことですよ。仕方ないって言い続ければ